はい、こんばんは。9月27日木曜日午後10時45分を回りました。四五頻後な夜第512回、今夜もどうぞよろしくお願いします。ちょっとね、パソコンのトラブルで15分ほど放送が遅くなりまして、申し訳ありません。というか、遅くなっても、まあ、リアルタイムでご覧になっている方は少ないかと思いますが、パソコンのトラブルっていうか、ちょっとパソコンをいじってましたら、時間がかかりすぎて、放送が遅れたんですが、まあね、何せ古いコンピューターで、まあ、Windows の XP で、もうあと2年後にはサポートが終わるというコンピューターなんでね、まあ、そろそろ新しいコンピューターに切り替えたい、買い替えたいんですが、まあ、お金がないんで、まあ、パソコンが使えなくなるまで使い倒そうかなと思っているところです。ちょっとインターネットの速度が不安定ですね。はい。月末、もう早いもので、もう9月ももうすぐ終わり、もうすぐ10月がやってくるんで、まあ、の月末の、仕事、クライアント様のお宅を回って、集金とホームページの更新と、まあ、今後のキャンペーンとかね、今後の営業のお話をしてきましたけど、今、契約してるお店が、非常に少ないんで、まあ短時間で仕事が終わっちゃうんですが、でも一社でホームページ、あとポータルサイトとかへの登録で、いくつかな、ホームページと、あそこ、4サイト、ホームページと、あと3つのポータルサイト、その業種別のところにお店の情報を出しているんですけれど、まあ、ホームページではなかなか営業につながっていかないということでね、まあ、専門業種のところに、お店の情報を掲載しているんですが、まあ、そこの更新を、先ほど行いましたんで、またどうぞご覧ください。まあ、美容関係なんですが、まあ、僕ら男性にはあまり関係がないかもしれませんけれど、まあ、最近の男性もお化粧をするということで、もし、また固まった。なんだろう。もし、小顔とか、小顔矯正、鼻高、鼻を高くするということに興味がございましたら、どうぞご覧ください。でも男性は、腰痛のみしかしてもらえませんので、まあ恋人、奥様、女性社員の皆さんへの、まあ、誕生日のプレゼント、結婚記念のお祝いとかでね、女性の方にチケットを送るのもいいのかなと思っております。インターネットで光はひらがな。光美容整体と入力していただければ出ますんで、いろんなキャンペーンとかもやって結構お得ではないかなと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで、その今一社しか契約をいただいてないんで、昔はね、何社か契約いただいて、更新したりとかホームページを作ったり、まあ、各種ポータルサイトの、ポータルサイトへの登録を行っていたんですが、ちょっとね、クライアント様が少ないので、安くで作りますって言うと、また、語弊があるかもしれませんけれど、同業他社と比べると、割と、安くでホームページ、その後の管理運営はできるのかなと思います。まあ、月々の管理運営費を削減するんであれば、更新
なんで話をするとインターネットの速度が落ちるんだろう。ご自分でね、ホームページの管理更新、クリックオールライトのポータルサイトの、管理更新を行いたいんであれば、まあ、講座形式で1ヶ月、教えますんで、まあ、その後は特に管理運営費は必要ございませんのでね、まあ、自分で更新する、まあ、パソコンの勉強、インターネットの勉強するのであれば、その方が良いのかもしれません。まあ、講習料は、まあ、月4000円になります。管理運営費は月5000円ですんでね。まあ、何回僕を読んでも 5000円で、対応してますし、ホームページの更新、入れ替え、新しく作るのも、5000円の管理運営費でやっております。まあ、5000円が高いか安いかっていうのはわかりませんが、まあ一応それで、クライアント様が満足いただけるようなことはやっております。まあ、なかなか忙しいんで、まあ、ご自分で運営管理ができないというところも、多いんですが、なるべく、オーナー様と話をする機会を多く持ってね、まあ、満足のいけるような方向に、持っていっておりますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、今日は月末ということで、まあ、そのようなことを行ったり、まあ、10月に向けて、ちょっとね、クライアント様の数を増やしていきたいな、ということ。まあ、中には、ホームページを作っている、あるんですけれど、ホームページは、だけど、管理更新ができておりません、とか、ホームページにブログの機能をつけて、まあ、ブログの方でもう、このインターネット、なんで話の冒頭で速度が落ちるんだろう。ホームページはあるんだけれど、まあ、日々の情報の更新をブログでやりたいっていうんだったらね、そのホームページプラスブログ機能をつけて、まあ、新しくデータを更新するということもお安くでやっておりますんで、ほとんどね、今僕のやってるってその一社しかないんですが、その一社の方もブログ形式でブログもつけて、ホームページもつけるっていう方法でやってますんでます。ホームページビルダーを使って、ホームページを作って、インターネットにアップするっていう方法もいいんですけれど、もっと楽な方法で作成、管理することができますんでね。ワードプレスというのを使って、まあ、それをカスタマイズしていければ良いので、割と安くでできますんで、どうぞよろしくお願いします。まあそうですね、ホームページっていうのが、よし、なんか、事業をやろう、お店をやろうって言って、じゃあインターネットでも宣伝をしたいっていう時に、どうしてもホームページを作って完成したら、それで終わりっていうのが多いんですね。やはり何事も継続すること、ホームページで満足して、日々の情報の更新をしなければ、あれ、なんだ、このお店、去年の情報じゃん、ということになってくるんですよね。だから、あくまでも、ホームページは、お店のパンフレット、カタログという形式で置いといて、日々の情報の更新はブログ形式で行っていくっていうのが、まあ管理がしやすいのかなっていうところですよね。だからブログも、まあ、続けやすい方法でやっていかないといけないんですけれど、Facebook、Twitter と連動していければ、ホームページの方に、アクセスさせるような形で持ってくればね、ホームページを見ていただける回数も増えてくるのかなというふうに思います。いろんな使い方できますし、逆にホームページをやめて、Facebook ページの方にホームページを持ってくるという方法。
武雄市役所はもう、Facebook ページの方に、ホームページを移動させて、Facebook では交流を、情報発信を行っているということなんですが、情報によると、もう Facebook はあと4、5年で終わる、というような、ニュース記事も流れているんですが、サービスには終わりが必ずあります。つんで、Facebook ページしかホームページを持っていないときに、サーバーのトラブルとか、もう Facebook 自体のサービスが終わっちゃうとなってくると、どうしようか。またその Facebook ページ以外にホームページを移動してね、ドメイン取って、サーバー借りてとなってくると、非常にめんどくさいんで、あくまでも Facebook ページは、本体のホームページの支店ということで、分けて考えて作った方が良いのかもしれません。非常に危険性があるというか、もうその Facebook だけにしかホームページを置いてないっていうことがですね。そのあたり考えて、分散というか、あまり分散しても、今度はホームページの更新作業をする際に、どことどことどこに、ホームページを作ってあげたのか、わかりにくい状況になりますんで、最低限、自分らで管理ができるような数、本社のホームページ、あと、業種別のトータルサイト の方に、簡単なページのやつを作るとかね。あと、Facebook ページも作るとかね。自分らが管理しやすい数で作っていかないと、更新が大変かなと思います。そういった更新ができないんで、あるいは、どうぞ、僕のような、業者、個人業者の方に仕事をお願いします。ほとんどね、大手の業者の方に仕事を取られて、僕のような個人業者の方には、あまり仕事が入ってこないんでね、なかなか、厳しいところではありますが、どうぞ、よろしくお願いします。お金の規模、予算の少ないところは、割と、もし、安いと言ったらいけない。格安でできますんで、ぜひご検討お願いしますということで、今日は宣伝に終始しておりますけれど、それと、同じぐらいの宣伝をしようかなと思っているんですが、市民メディアの方もね、今後も継続して情報発信を行っていきたいなというふうに思っております。寒波とかで 自分の、取材範囲が広がっていければ嬉しいし、また皆さんからの情報、こういった問題があります、解決してもらえませんかとかね、そういった、内部告発に近いような情報とかもございましたら、その方に代わって僕の方で取材をして、公表していったり、動画にして、情報を発信したり、いろんなことを通してね、弱い立場にある皆さんの代弁者として、大手マスコミ、地元マスコミが伝えないような情報をお伝えしていきますんで、もちろん、情報提供料は無料でございます。お金はいただきません。お金っていうのは、カンパでね、運営資金とかをいただければ、カンパとしてはいただきますが、情報提供の見返りとして、金品を要求することは一切ございません。ですんで、どん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 情報をお願いします。特に、中高生、小学生のいじめの問題、元学校関係者、小学校の教員、また中学校、高校の免許も持ってますが、元学校にいた人間として、いじめ問題はね、僕自身も目が悪いということでいじめられたことが ありますんでね、また、学校におけるいじめの問題、これは解決してほしいというような情報も、匿名でも構いませんので、
情報をいただければ、独自に取材を行っていきたいと思います。あと、自殺ですね。まあ、これも、自殺未遂をした人間が言うのもおかしいんですけれど、まあ、死んだらダメですよ、っていうこと。でも、どうしても自殺を考えるような状況、社会情勢、環境、家庭の問題もあると思うんですよね。それを誰かに話をする、話をすることによって気持ちが楽になるっていうこともあります。またその職場関係の問題で自殺を考えているった場合に、その職場関係の問題がちょっと取材をしないとわからないような大きな問題があるような場合、ね、セクハラとかパワハラとか、そういった場合には、市民メディアとして独自の取材で、問題を追求していきたいと思いますんでね。まず何かあったら、誰かに話をすること。僕のような市民メディアでしたら、もっととん、追求していきますんでね。まあ、情報提供をよろしくお願いします。もちろん、取材源の取得、これは秘密厳守します。まあ、これはもう市民メディアに関わらず、メディアとしては取材源の取得という原則が、大原則がありますんで、情報提供された皆さんの個人情報はしっかりと守りますんで、よろしくお願いします。ということで、まあ、月末にあたり、あれこれと、宣伝、PR をしましたが、まだ9月はあと2、3日残ってますんでね。まあ、残りの9月を精一杯頑張って生きていきたいと思います。ということで今日は、パソコンのトラブルでスタート時間が遅れましたけれど、ちょっとね、今からもう一回パソコンの整備点検を行いたいと思いますんで、今夜の4、5、5な夜、まあ、この付近で放送を終わりにしたいと思います。あ、すいません。僕への連絡は、YouTube のとこにメール書いてあったかな。または僕のブログ、Facebook、Twitter でもお受けします。電話番号が書いてあったところはホームページ、ブログにあったかどうかわかりませんけれど、また僕の方からご連絡をする場合がありますんでね、よろしくお願いしたいと思います。それじゃあ、今夜の4、5、5な夜、この付近で終わりにしたいと思います。明日は、10時半、予定通り10時半から放送します。で、明日は第12回の脱原発、根崎ウォーク、脱原発のウォークを始めて、明日でも12回目、12週にわたって、継続されております。まあ、保守色の強い宮崎で、個人が集まっての抗議行動、こんなに続くとは思ってもおりませんでした。明日、お暇な方、午後6時、県庁本館前の噴水広場にご集合お願いします。宮殿まで歩きます。よろしくお願いします。70人ぐらいで今集まっているんですが、やはり100人規模になりたいなと思ってますんでね。仕事帰りの皆さん、宮殿まで一緒に歩きましょう。もう、なんで止まるのかな？はい。じゃあ、今夜の4、5、5な夜、終わりにします。失礼します。